この動画は、エリッチがゆっくりやっていく動画です。攻略動画ではありません。サクサク動画ではありません。たまに音の大きさが左右されます。これらが無理な方は、ブラウザバックをおすすめします。はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、エリッチです。ウヨクエ実況、記念すべき50回目ということで、今回は精霊月収集祭りの方やっていきたいと思います。今回は服、まあいいや、チコが着てるので行きたいと思います。で、イベント応援ガチャでサロメ&ドワーフシリーズが着てるので早速行きたいと思います。さて、当たるかな。また結構ね、低い確率なんでしょうね。これがまた 4% だっけ。どう、駅員夜まあいいのかな。まあ特攻金で1体出たっていうことで、ほかんじゃブーヨクエ。はい、ということでね、ちょっと忙しくて辛口の方がちょっと取れない状況なので、仕方ないので今回激辛のみでいきたいと思います。さて、サロメはいるのだろうか。正直言って今回見つかりにくい。お、いた、星5やけど。よし、じゃあ行きます。こうかやらなきゃわからないっていうのに。お、6連鎖、あ、7連鎖、あ、6連鎖が落下6連鎖やな、今んとこ。6連鎖ちょっと噛みまくりだろこれ。っていうか、一体残ったし。手厚く割れるなよ、割れるなよ、割れるなよ。ギリギリギリじゃねえか。で、全然食らってねえし。あー、ここやってチャンス V 割れる。もったいね。4つですから。こうですの。次はどこ行こうかな。赤き赤ハートかな。いや、赤き赤ハート、赤で行こう。
いや、一連差しかできないか、これ。嘘だ。紫、こういったらいいかな。で、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 こうか。え？なんか違う。なんか違った。いや、ちょっと待って。よし、よし。こうだね。あー、ごめんなさい。今年は花粉がやばいそうで、皆さんは大丈夫ですかね、花粉症。一時期はちょっとひどかったような。うちはどうだったっけな。あー、でもひどかった時あった。一日中飛ばなへんという時は、あれはしんどかった。撮影しなあかんのにって思ってたわ。なんか実際今なりかけなんですけど、微妙いぞこの姉さんも。まあまあかな。うん。で、次は、え？こうか？どう？どう？あ、全員スキル上がったな。よし、こうか。なんか微妙い。次ここだね。でから、でから、で、でから？
こうか。いや、赤が降ってきてくれないか。いや、まためんどくさい配置になってる。あ、ちゃう。こう。猫だね。あー、ごめん、もしかしたらちょっと親が風呂から上がってきたからか、ちょっと音量ってか声下げるかも。ごめん、ちょっと親フラが入るかも。記念ということで、ボス、もうすぐ儀式が始まります。お祈りしたいことがあれば祭壇へお越しくださいということで、ぶっ倒しましょう。祭壇行く前にぶっ倒しましょう。最大規模1個ぶっ倒したら儀式誰が行うのよ。あ、ビビエン、この連鎖ちょっと待って、続け続かない。ミスってるがな、黄色、こっちは違うやん。ここ勉強したのに。まずいぞこれ。お、いけるかそれで。130個。あ、そっか、うち一回朝に入っといてそのままにしといたら電池切れて今までのはなしになってない。だから一回クリアになったんや。あれおかしいなと思ったよ。通知は切れて今日4時ぐらいに電源がオフになっててんな、これびっくりしたよ。よし、じゃあということで今回の精霊石収集祭りは以上で終わりたいと思います。次回は何になるのかな、なんか
違うイベントが入ってきそうな予感がするんだけど。どうなんだろう、わからねえ。まあスケジュールでなんかイベント系のスケジュールじゃなかったんだけどね、あれは普通のクエストのイベントだけが発表されてたからまだわからないんだよね。よし、じゃあということでご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。バイバイ。ぷよくえのぷよっと変身コーナー。さて今回も始まりました、コメント返しコーナー。って、なんでみんな黙ってるの。うつぬし声どうした。声変わりしました。本当のことを言いなさい。はい、本当はある企画を練っているためです。その企画で声がかぶってしまうので変更したというわけです。あとそれと動いてない。はい、動かせるようになりました。前までは静止画だったもんね。あの時は大変だったよ。そして BGM はかなり古いのを使ってるという。この曲てか、これが使われてたゲームは結構馴染み深いんだもん。これいつのだよ。スーファミ時代。ふる。さて雑談はこれぐらいにしてコメント返しに行きましょうか。それでは1通目。動画見ました、面白いです、頑張ってください。応援ありがとうございます。久々に応援コメを聞いたような気がする。うつ主ん、何コメント、今までの合計で何通来たの。100通、ギリ届かないぐらい。全然だね。うるさい。それでは2通目。リンゴさん恐ろしい、大連鎖チャンスを無駄にした結果がアダになりました。1個は連鎖失敗で、もう1個は少ないと。下手くそ。下手くそ言うなよ、こっちだって頑張ってるんだから。はい、2人ともひどくなる前にやめような。リスナーさん逃げちゃうよ。あ、それは嫌だ。はい、ということで今回のコメント返しは以上です。たった2通って。だってこんだけしか来てなかったんだもん。うつ主の心が折れかけてる。うつ主、なんかみんなにお知らせがあるんじゃ。あ、そうだった。まだ先にはなると思いますが、1周年記念動画で話しましたように、みんなで実況ができるようになりそうです。まだ向こうの環境が整っていないのと、まだ考えているということなので確定でできるというわけじゃないけどね。だから今は保留にしといて、向こう待ちになっているんだけどね。もし実況やらないってなったら、その時はまた一人で動画撮ります。あ、うん、頑張れ。さて、お知らせも終わったので今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの方、もしこの動画を聞いていただけましたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。パソコンで見ている方はこちらのボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画の再生リストはこちらのボタンからお願いします。携帯、スマートフォンなどパソコン以外のところから見ている方は下の説明欄にあるリンクからチャンネル登録の方よろしくお願いします。視聴チャンネルニコニコ生放送の方も始めました。もしよかったらそちらの方もよろしくお願いします。実写チャンネル、チャンネル登録はこちらのボタンからよろしくお願いします。その場のコミュニティは下の説明欄にあるリンクからコミ参加の方よろしくお願いします。携帯、スマートフォンなどの方は下にあるリンクからチャンネル登録とよろしくお願いします。また皆様のご視聴をお待ちしています。バイバイ。